どうもこんばんは、こんにちはかな、室田です。え、ちょっと待って、そんなことある？俺初めて出るのにさ、何それ。じゃこの前、ね、普通さ、ガジラのガジラジ誰々ですみたいなって、そうしてみたいなのあるじゃん。乗っ取った手でっていう話をちょっとしてたんですけれども、乗っ取った手で何、ね、さあということで始まりましたけれどもね、ガジラのガジラジの寺様こと寺崎です。よろしくお願いいたしま す。そして本日はですね、ゲストの方が来ております。あ、どうも。改めまして、じゃあご紹介の方をお願いいたします。はい、新日本プロレス後藤博之です。よろしくお願いします。ね、これは映像がないと伝わらない話ですけれども ね。はい、そして続きましてですね、いつものこの方でございます。はい、音響の玉城です。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね今日久々にもう一人ゲストが来ております。誰誰。はい、この方です。松本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもね、こちら台本書いてくれて、ね、暗いな。ありがとうございますということでございますけれども、ね、ちょっと待って。何ですか？疑問だらけなんだけど。あなたもう LINE しないでください。疑問だらけなんだけどもう仕事始まってんですからね。ほらほら、なんか、はい、音響の玉木ですって言ったけど、はい、実は、はい、玉城さんらしいで、ほんまは。そうそう、これ何回もこれ俺知らんかったんだよ。実は俺もこれが始まって初めて知ったんですよ、ね。あ、そうなの？芸名です。そう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 。その芸名なんだ一応。うん、芸名ですけど、まあ一族全員玉木って名乗ってますね。なんでなん？なんか悪いことしたんじゃないの？いや、なんか沖縄の人、なんかそういう人が多い、戸籍上玉城ですけど、なんか玉木って言ったり、うん。学校でなんて言ってるんでしょう？玉木って僕もだから結構後になって。うん、中学生ぐらいになってずっと玉城なんだよっていう。ああ、そうなの。え、どっちでもいいパターンね。まあ緩いです。だからあれだよ、ね、寺崎っていう人もいるみたいなことかな。そうそうそう、だからこのラジオ何回も言ってるけど、俺兄貴とパスポートが違うのよ。うん、兄貴は寺崎、俺は寺崎になってる、うん、そうなの。あ、でもこれどっちもいいなと思って、だってそれで通ってるから大丈夫じゃないと思って。まあまあそうだわね、うん、まだその感じですね。はぁ、久々ですね、室田さん。久しぶりだね。ラジオやるのはね、別な曲でやってました。江藤さんがね、今日待って、これ。そうだ、それも言わないと。いつぶり？もういいよ、それ触れなくて。江藤がいないから、今日江藤がいないんで、別の別件の用事でいないんで、ね、うん、今日はなんか、うん、嫁に会いに行った、子供に会いに行ったという。なるほどな。か月の出番もなくなったということでございます。あ、本当に？仕方ないです、ね。そう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 。そうなんだ、うん、この番組はその吉本の番組ってことなんだけど、はい、悪口とかはあんまり言ってないのかな。大丈夫ですよ、それは。聞いてる方少ないんで大丈夫ですよ。あ、そうなの、聞いてる方少ないから OK なんだ。大丈夫、大丈夫です。あ、わ、はい、かりました、はい、考えていきます。いやいや、吉本はいい会社ですから悪口言うことなんてないですよね。言うことなんて。いや、じゃあ分かんないけど、うん、ないですよ。言いたいことしかないんであれですけど、うん、ですか。あ、まあでもね、やっぱ人間ですから、うん、絶対にそういう不満とかはね、やっぱあるんですよ。友達に関してもそうですけれどもね。まあまあ、なんかあります？もうちょっとこうしてほしいとか。例えばですよ、こうしてほしいとかあります？何が？吉本に対して。吉本に対してもうちょっとこうした方が僕はいいなと思ってるんですよ。いや、レスポンス早くしてほしいよね。あ、まあまあ、何に対してもだけど。あ、まあまあまあ、でも皆さん忙しいですからね。忙しいは理由になってないから、それが仕事だから。いや、本当だよ。悪口というか、まっとうなもんね。仕事ちゃんとしてないってことになるからね、本当に。分かんないかな、なんか。社会人として当然のことなんだよね。ほうれん草。ね。溜まってらっしゃいますね、結構ね。いやいや、本当に。溜まってらっしゃいますね。あなたが振ったから。いやいや、だってさ、こんなこと言ったらあれだけど、俺がもしマネージャーだったらどういうことするんだろうとかって考えながらやるよね。まあ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 、それはね、考えながら仕事をして。
しますよね。そうそう、だって自己プロデュース大事な世界じゃないここって、うんうん、もうだから街の商売になっちゃってたらダメだから、うん、自分でどんどん行動しないといけないわけだよね、まあ、でもその分ね室田さんは一人で行動されてるから大丈夫じゃないですか。そうですよ、ね、だって2017年度の給料とかも月の給料かってぐらいでしたかね、年収が。年収いくらでした？もうぶっちゃけ今日は話しましょうよ、うん、僕はお笑いだけのギャラですよ。お笑いだけのギャラは20万ぐらいですね。20万ぐらいだった。20万ちょいぐらいですね。渡るは？いや僕ももう本当5000円あるかないかぐらいです。年収？だってもう全然だって出てないスタッフみたいな、まあ今もやってますけど、うんうん、なってるんで。あれノーギャラなんでしょスタッフ？あれはもう勝手にやってるところもありますし。お金出たりもすんの？いや出ないです、出ないです。ボランティアです、ボランティアスタッフです。ボランティアスタッフ、まあ、ボランティアスタッフ、そうですね、まあ声かけてもらって、うん、やった方がいいんじゃないのみたいなところからやって、で抜け出せなくなってる。いや自分でまあこんぐらいじゃあやりますっつってやってるっていう状態です。そう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 。いやーだけどさ、すげえな、いくらよ自分。俺26万ぐらいでした。まあ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 そんなもんですよね。まあまあまあ1ヶ月で稼げるね金額でございますよね。1ヶ月の給料ですよこんなん。ちなみに松本さんどれぐらいですか？作家さんで、そうだ、まあ、ジャンルが違いますよね。作家さんで、マイクが作家さんで入ってますよ、マイク入ってますよ。作家さんはどれぐらい稼ぐんですか？作家業では、いやもうまあ、いやいや作家業だけです。作家業だけでは、作家業だけで、だけではまあまあ人並みぐらいは去年ありました。300万ぐらい？いやいや、それはない、それはないです。200万以下。いやまあ以下は以下です。まあでも200が近い感じですか？まあそこまではいかないけど、まあでもね、これさ、だけど大事なことで、今から8期生募集とかって始まってたりするらしいんだけど、8期生なんだけど、この例えばと一番今俺たちの間で上だって言われてる初恋クロマニョンとかアリンクリンの月給が 5,6 万だったりするんだよ、うん、これはだってはっきり言いましたね。いやいやいや人のギャラ言ってたね。いやいや人のギャラ、いやいや違う違う、これはもう言って、逆に言ってくださいって言われてやってんだけど、それはだってさ、例えば吉本がめちゃくちゃ生活できるぐらいまで、例えば20万なら20万上げるとするんじゃん、初恋とかアリンクリンには。そしたらば下が、あ頑張ろうって思う。まあまあ夢があるよね、そこはね。そうそう、あここぐらいまでだったら20万もらえるんだって頑張るから、こう全体のレベルが上がったり、お客さんが来るっていうようにつながるはずなんだけど、アリンクリン初恋でそのぐらいだったらさ、どう頑張っていいか分かんなくない？まあ計算上60万ぐらいですもんね、それ年収ね。5、6万だったらよ。まあまあだからそんなに食えてないはずだから、ね、毎年ギャラが下がっていってる気がしますね。あ、まあな、昔はもっとねあったけどねっていう感じのね。いつの昔？芸歴今何年目だっけ？ちょあれよ、吉本入ってよ、吉本の、うん、まあ、2、3年目はもっとあった、多分60、70ぐらいあったんじゃないかな。あ、マジで？あったかもな、営業もあったし、うん、そうそうそう。なんか今年から助成金の関係で、うん、出なくなってんだよね。あのそう、うん、祭り事とかそういうイベント事にお金使えなくなってるから、そうそう、役所がねちょっとあの難しくなってるんです。そうだから、例えばその 俺たちなんて外注じゃない、うん、そうそうそう、外注することによりお金がかかるから、うん、そうじゃなくて地元のエーサーとか呼んだりとかしてんのよ、うん、助成金ってもうあと5年だっけ、何年かでも終わるって なってるね、本当はね。だからそれを次につなげるために意味のあるお金の使い方をしないと役所を言われたりするんだってだ聞くけどね、そうやってね。なるほどね、お金の話ばっかりになってますけど、うん、まあいいですよ、まあ、でもね、なんだかんだ室田さんね、一番芸人の中でお金持ってらっしゃる、持ってないよね。いや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 いいもん食べてる。いやいや、それはフェイスブックとかで肉食ってる写真とか載せるけど、しょっちゅう内地行ってるしね、いやそれはだって、うん、だって、うん、俺の金じゃねえじゃん。いや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 、もうプライベートで行くパターンもあるじゃないですか。あ、ない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 。もう貯金も根こそぎあったりね。ないない、もう貯金はビビるほどなくなっちゃいました。いやいや、昔はねごっそりありましたもんね。昔はあったけど、うん、まあ、自慢してたぐらいあったけど、うん、支払いがね、今はもうやばい、うん、やばいっつっても多分俺らの何倍も持ってる。ない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 いや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 、あ、じゃあ言うけど、桁が違う、桁が違う、じゃあ言うけど、この間本当にびっくりしたんだけど、ビットコインとかって流行ってんじゃないですか、まあ流行り終わってるぐらいっつう感じだけど、50万溶けましたよ。いやまだ、あ、ビットコインで、ビットコインでモナコインはまだ溶けてない。あ、モナコインももう2000いくらの時買ってたりするんですけど、今日見たら380円ぐらいなんで大負け。ああ、もうだいぶ溶けてます、もう溶けまくってる。でもそれを買えるね現金があるっていうことがまずね、うんうん、いや現金があったって過去形ね、うんうんうん、もうダメだって今バイトしてないでしょ。あ、バイトも3年ぐらいしてませんね。ほら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 話変わってくんだよ。そうなるとさ、違う違う、みんなバイトしてないでしょ。だってしてるわしてるわ、死ぬほどしてる俺。
え、何してんの？もう吉本のバイトと夜のバーのバイトを狙わずにしてるわし。え、だからしたい、うん、俺はほらだから協調性に欠けるからバイトができないんだよ。いやだから、いやだからあのそういうことです。そういう理由、それは分かりますよ、分かりますよ、それは分かりますけど、それは分かるんだけど、どうやってだからその生活費を、ね、うん、負担してんの。ああ、だから安いもの食べて安いとこ住んでみたいな。なるべく安い貯金があるっていうことですか。ちげちげちげ、お金が入るシステムがあるってことですか。だから言ってんじゃん、年収26万あったんだから。いやいやいや、あのね、こう切り詰めて生活してんの。分かるでしょ。一日何百円見てみ、このえ、漂白剤で溶けた T シャツなんか着てるくらいの貧乏人だからね。ああ演出なん、いやだって考えてごらんなさい。何ですか、家賃が5万くらいするところ住んでるじゃないですか今ね。あ、まあまあ5万もしませんけどね。まあまあ4万ぐらい、うん、4万から5万なんでしょ。まあ、4万ちょい、はい、4ヶ月5ヶ月で溶けるじゃないですか、もう吉本の年収なんて。まあそうだよね、うん、やっぱ生活ね、いろいろ携帯代もあるし、うん、だから頑張ってますよ。何だっつってんだよ。いや驚いたのが、だから年収が26万じゃない、うん、でも支払ってた生命保険が15万だったの、うん、びっくりしたね。いやいや、だからおかしい。二口入ってんだけど、15万も払ってましたわ。ちなみに年間でですよ。生命保険って誰が受け取り人、うん、受け取り人は元嫁じゃないかな。いくらおりんの、死んだ。いや知らない、分かんないけど。いや大体知ってる自分は。あ、生命保険っていうか、そのなんていうの、障害保険みたいな。そうそうそう、自分が入院した時の積み立てやってんのね、みたいなやつなはず、うん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 、ちょっと分かんないけど、うんうんうん、そう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 、なるほどね。モルタファン、いや今日ね、モルタファンも来てくれてますよ。モルタファン、こうしてモルタファンっていうことでよろしいですか。FM 沖縄ですか。中に入ってくればいいね。那覇、素晴らしいよな。で、あれあれ確定申告行ったんでしょ。行きましょう、もちろん。年収いくらで申告したんですか。だ、26万だって。いやもうこれ脱税ですよ。脱税じゃない。ちゃんとちゃんとやって26万なんだって。マジで。いやいやいや、裏からね、そんなどっかから収入がないとそんなことできないでしょ。違うって、だから毎晩毎晩飲み歩きやがってね、本当に。違う、それはあのご厚意で飲ませていただいてるんだよ。例えば、いやいや、それにしてもそう、行くまでのタクシー代やらなんやらかかるじゃない。いや、それはお前後でタクシー代だと解けて、これは別にね、お小遣いもらったりとかするけど、それは別に申告の必要ないでしょ。じゃあ紐とかやってらっしゃる。ない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 、紐なんかとてもじゃないけど、俺なんて、あのね、昔からこう問い詰めるんですけど、絶対履かないんですよ、はい、そんなことない、そんなことない。そこはね、室田君の偉いところ、うんうん、もう絶対に履かないっていう、うん、でもね、俺の勝手な予想だけど、うん、絶対入ってくるシステムがあるよね、なんかね、うん、ないないない、パチンコめちゃめちゃするじゃん、うん、あ、最近この1年くらいですよ、パチンコめちゃくちゃするようになったの、パチンコスロット。で、まあ、勝っても負けてもないような感じでしょ、言うんだったらトータルで。一応年間で、この間の去年ですか、うん、4月から12月の31日までで計算したら10万勝ってました。うわ、一応負けてないだけいいかなっていう、うん、ちゃんとデータ取ってるんです毎日。え、じゃあバイトしなくて何やってんの今。暇な時間は、空いてる時間は。暇な時間、曲作りしますね。いや、アーティストだ、この人は。ネタ作ろうや。かっこいい、かっこいい。いや、俺あの結局ね、歌ネタ見たくなってるんで、曲を作ってると同時に、うん、そのネタになってるみたいな。最近はですね、そのもともとある CM ソングとかあったりするんじゃないですか、それに勝手に A メロ B メロつけてみようみたいなことやったりとかしてますね。やってます、ね、ちょっと聞きたいよね、聞きたいけど今日は聞けないけどね。あ、聞けない、もう聞ける。あ、いやいや、まあまあ別に大丈夫ですけど。いや、でもあれでしょ、それダメだダメだ、 CM ソングは、 CM ソングはダメだ、 CM ソングはダメだね。あ、これ一応ダメなんだ、なるほどなるほど。そうでございます。あ、残念だ。残念だじゃない、残念だじゃないですよ。そうです。どういう番組なのこれ。これ自由なもん、何を喋ってる。実はね、めちゃくちゃ気になってたんですよ、うん、っていうのは、うん、これあの YouTube に残ったりするんじゃないですか、はい、すごいいいシステムじゃないですか、うん、ラジオ那覇、うん、FM 那覇、うん、いいよな。自分のところもそうやってすればいいじゃん。そう、俺も番組やってました実は、うん、FM21 という浦添の、ね、曲でやってる。もう長いよね。もう4年ぐらいはやってますわ。この間測ったっていうか計算してもらったんですよ、リスナーに。そしたら220回ぐらいやってましたね、週1で。220って結構じゃないですか、うん、それはあれですか、自分でスポンサーさんがあってやってる番組ですか。そうです、そうです。でもこっち映ってくるって言ってます。あ、こっちにね、うん、あ、可能性あるよね。近いし、俺からしたら近いし、うん、そう言えば、この後お話ししておきましょうか、うん、枠をどれぐらいですかっていう。そうですね、うん、枠いくらぐらいかかるかみたいな話も、うん、何時代で空いてますっていうの、ちょっとこれ終わったらいいかもね、 YouTube 乗っかるし、うん、そうです、ツイキャスも全部やってくれるしね。あ、そうなの。ポッドキャストもあるしね、うんうん、なんかちょっと
比較するわけじゃないけど、うん、いいな、向こうもいいラジオ局ももちろんですけど、ラジオにする話じゃないことばっかり話してる、うん、いいですから、この場所ですね。で、それあの、なんつうの、アプリもようやくできたぐらいだから、ようやくだぜ、ようやく。だ、全国各地の人に聞いていただいてたりするわけですよ。あ、でももうここはもう YouTube、うん、ポッドキャスト、ツイキャス全部ある、素晴らしいな。こちらはですね、やっぱすごいのが、やっぱもともとが強いので、うん、結構県外のリスナーさん聞いてくれてる、うん、そうなんだ、めちゃめちゃね、県外の方から最初はね、うん、メールとかもらってましたもんね、台風、うん、時代から、はい、やっぱ何かそれ、やっぱオリジンアワーがありますからね、うん、みんな聞くんですよ、ここは、ね、すごいですよね、なるほど、うん、まあ、じゃあこっちにもね、番組持つみたいな感じでどうですか、ダブルで例えば、いや、それももちろんいいと思います、うん、ムロラジですよ、ムロラジガジュチナンバー5じゃん、この前にやろ、これの前に空いてるか、4時から空いてるから、4時からやって、ムロラジからのガジュチナンバー、あー、面白いな、それあ、いいし、いいですね、そうしましょうよ、毎週火曜日それやりますから、30分 ね、 、うん、そうですね、何の話ですか、いやいやいや、金の話でしょ、金の話じゃないよ、金の話じゃないですけれども、どうやって儲かってるのかっていうのを言いなさいって言ってるんですよ、いや、まあ、マジで分かんない、ちゃん一応貯金はマジでどんどん減ってる、やばい、まあ、でもあるんでしょうね、だからね、もともとのね、もともとあれはね、代表取締役社長だったんですよね、いや、そんなかっこいいもんじゃないけど、うん、まあ一人親方っすよ、親方、あの職人さんですからね、若いの使ったりとかして、うん、仕事してました、暴力して努力して全然違いますからね、努力して、はい、うん、もうでももう8年、9年前ですよ、もうそんな前やってたの、だってね、俺昔ちらっと聞いたけれども相当もらってたよ、うん、今の吉本の100倍ぐらいもらってたんだよね、人それ100倍の時もありましたかね、うん、もしかしたら、本当にだからその時の貯金がいや、いいよ別にそれは、うん、今生活されてるということですね、ああ、うん、いや大変ですよ、大変ですよ、まあちょっとでも映画祭の話もしないとね、あ、映画祭ね、映画祭、いやいや告知というか10回目ですか、です、ね、とうとう、でちょっとじゃあその前に松本団の方行きましょうか、松本団は今日いいですよ、あ、じゃあお願いします、松本団楽しみしてました、せっかくなんで松本さんに読んでもらいましょう、これ最後までよ、このこの松本さんがあのちゃんとね毎回松本さんを言うところはちょっと自分で読んでないからこそみたいなところありますけどね、いや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 、はい、じゃあ沖縄に新スポットがオープンということで、株式会社なんとか国頭村に石垣石の文化館、はい、あ、文化博物館を4月28日にオープンさせる、沖縄石の文化博物館は沖縄の島々の、知識的な成り立ちが学べる博物館で、沖縄県41市町村のそれぞれの地域を代表する、岩石を展示ということで、まあ、要は石の博物館でしょ、そうです、簡単に言うと沖縄石、うん、沖縄石の博物館というと、何が違うんですかね、他の石と、ね、何が、だって各市町村の石が飾られるでしょ、うん、なんちょっとずつ違うんじゃないの、だからちょっと1回ぐらい見てみていいかなって、しまう、いくらぐらいですか、でここが、ヤンバル国立公園の大石林山っていう施設がありまして、その中に、まあ、ここに入るにはもう1200円かかるんですけど、はいはい、まあ、その中にオープンしてるんで、はあ、この関連料は含まれております、はあ、はあ、はい、じゃあもうあれですね、もう全部石のテーマパークみたいな感じなんですね、石のテーマパークです、うんうん、うわ、見て、はい、東京ドーム11個分だって、いや広すぎるわ、53万平米、え、それ全部平方メートルか、もうパワースポットで有名らしいですけど、う、うん、そう、沖縄随一みたいですよ、大石林山は、うん、パワースポで、でそれについて松本さんはどう思ったか、今回ちょっと生で、そうですね、まあこれを聞いたらですか、いや、はい、生で行く前からつまらなそうな感が半端ないなんてこと言うそんなことない、石見てどないすんねんちゃんと読むんね、石見てね、やっぱね、本当の声が聞こえますよね、本当の声、そういう言い方なんですね、今までは本当に、いや、パワースポットはまあ良しとして、うん、博物館で石見て、41市町村の石見て、うん、何が楽しいの、いや、いや、パワーストーンなんじゃないですか、うん、もしかして、いや、なんかもう心の声が聞けた感じ、個人の見解ですからね、これは松本さん個人のね、こんなこ、だって建てるのに多分これ1億とかそれぐらいかかってますよ、何億もね、多分かかってますよね、いや、他に使うことあるだろう、なんでなんだろうね、怒り狂ってますね、いや、だから
から全然違う石なんじゃないですか、うん、もしかしたら色も違けりゃ形も違うみたいな、歴史的ななんかあるんじゃないですかね、もうちょっとなあるんかな、まあ確かに集客あるやつすっげー見てみたいって思わないですよね、あ晴れてる、じゃあちょっと石見行こうとは思わない、でもついでだよね、ついでついでついで、その中に入ったねやっぱ天然記念物だから、そこをね見たついでにそういうのがあるんだ、めっちゃ遠いけどね、ヤンバル国立公園、国神あるんだっけ、そう国神、国神くんだったら映画祭のイベントに行った方がいいんですよ、ヤンバル、あほらほら映画、え何ヤンバルヤンバルキョキョキョ出たでしょ、あもう過去の話ですけどね、懐かしいな、1週間ぐらい泊まってたんですよ、あの流れ星見に行ったりとかして2人で手つないだかどうか分からないけど、なんか双子座流星群がなんか来てるっつって、たまたまその日の夜で、やっぱり田舎じゃないですか、めっちゃ星綺麗なので、流れ星見たことないっていうわけ、都会出身でもないのに流れ星見たことない、ジョジョ行こう行こう行こうっつって手つないでいきましたよ、繋いでないでしょ、ボケで繋いだよ、ボケで繋いだからよ、で道路に寝っ転がって、そうそうもちろん普通に車通る道路ですよ、道路寝っ転がってなあ、二人の夢を語り合い、そんなことしてます、そうそうそう、流れるまでに3回言ったら願い叶うとかっつって、女子でしたよね完全に、あれは俺たち、いやいや似合わないですね、やることねえだもんね、マジでやることだって電波ねえんだから携帯の、すっげえ山奥よ本当に、うん山奥、うん、アダっていうところだけどね、アダでしたっけ、アダです、酒ばっかり飲んでね、あの日は楽しそうですね、すごいやーってそんなね、映画も見える映画祭19日からなんか、はい、あれは何ですか、なんか担当のなんかイベントとかないんですか、あ今のところ、何もないですね正直言いますと、あの僕は声優で出させてもらってます、ね、あそうだわ、なんか猫ちゃんの映画があるんですけど、猫ちゃんのやつ、はい、猫ちゃんの映画どこで見れるの、ちょっとわかんないですね、まあまあその辺はホームページの方ホームページもしっかり検索していただいて、だってまださいろいろ決まってないじゃん、決まってない、今から俺昨日だよ、うん、何その地元 CM の撮影しに行ったの、うんうん、今年地元 CM あったんだと思ったぐらいですから、まだ沖縄2つしかね上がっておりませんから、そうなん、もう結構でも撮影はされてますから今、あ撮影はしてんだ、撮影はもう半分ぐらい終了したかなと、あと半分ぐらい、なんか今までその半分ぐらい今終了したって言ったけど、芸人が出たところ1個しかないんですよ、僕のとこしかないんですって、ざまみたい、あでも来週2つ出ますよ、あそうなの、うん、元部と、うん、出た元部力入れてんな、ね、キャンさんが書いてんだろそれはちょっと分かりませんけど、なんかおかしいよな、地元の人が、ね、提案しないといけないのに、なんでキャンさん地元じゃねえのによ、いやまあ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 、元部の人じゃないでしょ、関わりがあるんじゃないですかね、関わりあるかもしんねえけどや、あと大木見さんでね、でもやばい、メールも読めなかったです、すみませんね、せっかくメールも来てたはずですけど、はい、ちょっと待って、ちゃちゃか言いますわ、はい、ですね、これは結構すみません、先週来てたやつですけれども、浦添一子さんからの、投稿でございます、こんにちは浦添一子です、お久しぶりです、普通校は3月1日が卒業式でしたが、私たちの学校は昨日が卒業式でした、 お菓子などを食べながら、食べきれないぐらいもらいました、妹と、お母さんにめっちゃ写真撮ってます、仕事中ですから卒業式が終わった後に祝う会があり、みんなだけ出る踊るというプログラムがある、聞いてる、その時急に寂しくなって泣いちゃったんです、担当の先生が大丈夫だよって慰めてくれました、ね、嬉しかったですと、ね、これから、ね、もう社会に行きますけど、いろんな社会には、ね、嫌なこといっぱいありますけど頑張ってくださいと、はい、そうだよね、俺もね、同級生の大男が泣いてたんですよ卒業式に、お前でも泣くんだなと思ったら、はい、ただの花粉症でしたね、花粉症だったんですよ、ありがとうございます、もうそういうのもやっぱ入れてこねないとね、でもう一件あります、はい、ちょっと、来週読もうかなちょっと時間、今読んで今ちょっと長いですけれども、はい、名前だけ頑張って頑張って、はい、でとですね、こちらはですね、いつも送っていただきます、旧ぐしかわ氏の俺さんからの、メールでございます、はい、ジョラジの皆さん、大城くまさん、左サイドバックのヌルット君、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様、旧ぐしかわ氏のポッドキャスター、旧ぐしかわ氏の俺、略して旧ぐしかわ氏の俺ですと、さて約1ヶ月ぶりのメールとなりますが、二重人格の皆さんお元気でしたかって、もしくはお元気でしたか、はい、僕は下ネタ、下半身以外は元気です、さてそんなことよりも、旧ぐしかわ氏の犬はベタに吠えますが、宮崎ではもっと引きのあることをするそうですね、
それについて語ると、下半身をつかみ合いになるほど揉めるそうですが、誰でもツボの一つや二つはあるものです。いや、あるものです。時によってはあるものです。ということで、宮崎の犬は何をするか、お笑いの要素を含めて教えてください。もしくは教えてください、はい、それとこのラジオを聞いてない島くんと3期生の皆さん、もし聞いていったら、カスタマーセンターのアイウェオで作文をお願いします。めちゃくちゃ長いし、でも島くんと3期生の皆さんは忙しいと思うんで、暇なクーバさん、グッドアンサーをお願いします。 PS 今日の FM 小座の担当は誰ですか？旧串川氏の俺でした、っていうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。平崎さんが読むといつもの倍かかりますね。そうですね、あんまりメール読むことないんで、はい、あ、告知もしないといけないんだ。告知いいですか？じゃあ来週これ答えます。もう一回、はい、告知俺いいですか？はい、いいですよ。もうじゃあささっと言ってください。5月12、13、14の 3days ですね、はい、全日本プロレスが、沖縄に来ます。はい、12、13が名村ホール、そして14日がコザミュージックタウンということで、はい、私ですね、あの、いろんなプロレスのアンバサダーやってまして、こういう告知をさせていただいております。ぜひお越しください。もしかするとね、出るかもしれないという。出はしないですけど、5月12日から14日、3 days、ぜひお越しください。お願いします。じゃあ、ここサクサクいきます。はい、エンターテインメント、専門学校が、オープンします。願書締め切りが3月31日、もうすぐなんで、お願いします。はい、花月は毎日公演します。泊まりにアネックスビル2階でやっております。はい、あとですね、映画祭、今年10回目ということでね、4月の19日から22日まで、やりますので、ぜひとも遊びに来てください。以上です。はい。じゃあ、僕、最後告知で、はい、今週の日曜日3月25日、はい、11時からテンブスで落語をやりますので、はい、お、落語見たいんだよな。九甲さんでね、九甲さん見たいのよ。はい、ノブレーキも一緒出るんで、なんか、なぜか、はい、いっぱい来るんで、落語さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということでね、時間かつかつ、はい、終わりなの？ありましたけれども、終わりですね。短いんですよ。ねえ、これさ、映画祭10回で終わりと思わん？噂が、にわかに噂が出てるけど、とりあえず来週もいい。とりあえず終わらないと思わない。終わらない。そういうの知らない。いや、続けると思いますよ。わかりませんけど、まあ来週こそ。十何回ってあるの？おい、キレ、こいつのマイク、キレキレ、落とせ落とせ、マイクの早くも。終わらないといけないんだから。終わりですから、番組があんだから。あ、そうなんだ。そう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 。ということで、また来週、さよなら。さよなら。